皆さんこんにちは、こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんはこんばんは、ドゥーミンさん、ネコマトさん、ミサキチ、あ、ハナナ、カナさん、トールちゃん、ハタッ今泉さん、ゆかちゃん、サルさん、あ、すごい皆さん星いっぱいありがとうございます。皆さんこんばんは、すごいたくさん皆さんありがとうございます。こんばんは、後藤ゆきです。ということで、本日、ちょうど今6時からですね、美人百花さんの、イベント、読者モデルのイベントを始まりました。イエーイ皆さん始まりましたよ、待ってました、ありがとうございます。さあこんばんは、すごいたくさん星をありがとうございます。すごい、こんな感じなんですね。皆さんありがとうございます。初めてのガチウベでございます。ちょっと昨日配信した後にツイッターとかで皆さんからいろいろアドバイスいただいたりして、今日はその、まあ、今回のこのね、まあ、まずこの今回のイベントの説明をもう一回しよう。私より詳しい方たくさんいると思うんですけど、私と同じぐらいその、まあ、もちろん初見の方もいると思うので、もう一度私の拙い説明で紹介させていただくと、このこちらの雑誌美人百花という雑誌のですね、専属読者モデルのフラワーズ第一期のオーディションを開催することになりまして、私も参加させていただくことになりました。それでですね、今回私が参加しているのはこの予選 B ということで、本日10月6日の6時から10月10日木曜日21時59分まで、このショールームを配信、このショールームの配信を通してですね、ポイントを貯めて、まあ、ゆるくガチで勝ち取っていこうじゃないか、この読者モデル、専属読者モデルを勝ち取っていこうじゃないかというイベントでございます。それでですね、まあ、今回の今の予選 B なんですけど、予選 A はもう終わっていて、予選 B は今始まったばっかりなんですけれども、予選ランキング上位5位に入れば決勝に行けて、決勝の上位ランキング2位に入れば最終審査で、その最終審査を受けてフラワーズになれるかどうか決まるというものでございます。ちょっとザザザと説明したんですけれども、まずは10月10日までにポイントをいっぱい貯めて、ランキングね、上位5位までに入ろうじゃないかというゆるくガチでやっているんでございますが、今本当に皆さんたくさん星とか、あとギフトもしていただいてありがとうございます。皆さんからのその星をね、たくさん、星がポイントになるんですけれども、その星の何ポイントがたくさんある人順にこうランキングが上がっていくので、皆さんもしよかったら、星集めとかで私のこと全然知らなくてプラって来ていただいた方も、もしよかったらコメントだとかだけでも、こんばんはとかだけでもしていただけたらなと思います。はい、ちょっと早速、ちょっと今コメント全然読めてなくてごめんなさい。もうドキドキですよね本当に。いやー、もう早速スペシャルギフト、イーラレンさん、ハートたくさんありがとうございます。そしてかなさんもハートありがとうございますね。全然無理せず、ハートは無料で、いろんな方のルームを回ったりしていただければ、ハートも無料でいただけるだって、ハートも無料でゲットできるので、ぜひハート貯めていただいて投げていただけると嬉しいなと思います。お、マッキーさんから皆さんに豆知識でございます。10個連投を星を投げれば確か 1.2 倍になったと思ったけど、そのままかな、わかんないけど、それでやってみよう。同じ色の10個やればってこと、青青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 みたいな、
黄色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 ってこと？あ、そうです。無料は星がもらえます。そうです。あとあれですよね。50カウントっていうものがあって、今コメントをしていただいてる方もたくさんいるんですけれども、1から50までをコメントで打っていただけると、そのコメントがポイントになるっていう制度もあるので。あ、こんばんは。あ、くにちゃんさん50カウント完了ありがとうございます。もう本当に。で、その数字だけだとこのタイムラインに乗らないんですけれども、その今のくにさんみたいに 50以外にカウント完了みたいな、なんか何か入れるとこうやってタイムラインに出るので、私が反応できるっていうのもあります。そう、私もこの数字なんだろうって思った時期もあったんですけど、そういうことだったんですね。いや、皆さんありがとうございます。野口さんもだるまさんをありがとうございます。いや、嬉しいですね。1コメント1ポイント、ズーミンさんありがとうございます。そうみたいです。いや、皆さんありがとうございます。本当に私ちょっとね、初めてねこういうイベントに参加するので、ちょっと本当ドキドキなんですけれども、まあ本当に気負わず、これからもゆるく配信していきたいなと思いまして、ちょっとね、葉っぱ買ってきた葉っぱ、これさっきセリアで買ったセリアで買ってきました。で、これ布だから何？洗濯バサミでつまんで買って、そう、さっき買ってきたなんか寂しいなと思って。で、本当はね、お花も買ってきたんです。でもちょっとお花を置く場所なくて。で、あれですよね、なんか細かく自己紹介もした方がいいっていうのを聞いたので、ホワイトボードも買ってきたんですけど、ホワイトボードとペン買ってきたんだけど、黒いペン買ったらさ、なんかもう新品なのにカッサカサでびっくりしちゃって、ちょっとカラーペンもたまたま買ってたんで、でもちょっと何書いたらいいか分かんなくて、とりあえず名前書きましたとりあえず名前書きました皆さん、はじめまして、後藤由紀と申しますはじめまして皆さん。私は去年の8月2日までチャオベルラチンクエッティという、もともとザッポシボという名前でやってて、グループ名を改めチャオベルラチンクエッティというグループで約12年間、アイドル活動をやらせていただいて、で去年解散した後に、約1年間今ソロ活動を続けてて、今2年目、ソロ活動2年目になるんですけれども、今回いろんなご縁がありまして、このように、美人百花さんのイベントに、美人百花さんのイベントに、参加させていただくことになりまして、ここに至っております自己紹介とかは後ろに貼り付けておいたらいいよ。やっぱそうですよね。これさ、何書いたらいいかな。他にちょっとこれさ、殴り書きみたいになっちゃったから、ちょっと書き直していいですか。ギフトのかける5とかの買い方がわからへん、黒太郎さん。ギフト、皆さんギフトのかける5の買い方を教えてください。ちょっと私もね、じゃあチャオベラ時代はよくショールームさんでお世話になって配信してたんですけど、そう、ほらなんかゆるく配信してたから。あ、ゆかちゃん50カウント完了ありがとうございます。ちょっと私見逃してる方もいるかも。皆さんありがとうございます。そうだからね、何の話してたんだっけ、何の話してたんだっけ。あ、はるかさんかな、50カウントありがとうございます。え、現在に、あー怖い始まったばっかなのに。あ、ドゥーミンさんも、あと、あ、これ何さんだっけ、ユニコーンさんごめんなさい、ユニコーンさん
カウント完了ありがとうございます。小四郎さん、そのゆるいのしか見て、あ、そうそう、だからチャベラグループ時代はイベントとか参加してなかったんで、なんかもうポイントとか欲しいとか、なんかそういうね、難しいの、難しいというか、そういう知識が全くないまま普通に楽しんでやらせていただいたんであれなんですけど、まあ今回も、あ、かぐやさんだ、かぐやさんちょっとユニコーンさんって呼んでいいですか、ここで、ここではかぐやさんだ。くまりょう50打つの疲れる、ごめんね、ありがとう。でも本当皆さん無理せず楽しんでいきましょう、楽しんでいきましょう。皆さん何書いたらいい、これ自己紹介って何書いたらいい、ニックネーム、ごに、なんか私ユニコーンでいいです、かぐやさんありがとうございます、嬉しい、ユニコーンさん、ユニコーンだよ、ユニコーン、ユニコーン。趣味とか、いやお父さんの名前いらんやろ。あ、のりさん星投げ完了しました、ありがとうございます。趣味特技、絵を描いたらいい、生年月日とか特技とか、だからプロフィールってなんか難しいんですよね、なんかちょっとね、割と長くこの業界にいさせていただいてるんで、あ、ツイッターやインスタグラムね、セールスポイント、エヌタさん50カウント余裕で完了ありがとうございますんね、なんか何書いたらいいか分かんないんだよね、とりあえず名前書くやん、私後藤ゆ、よくね、ゆうきってその名前の漢字、夕日の夕なんで、ゆが、ゆうきって間違えられることがあるので、ちょっと、まあ、まず名前じゃん、てか色ペン買っといてよかった、本当にこれ黒ペンだけだったらカッサカサだったよ、見えなかったよ。あ、マサさん50完了です、ありがとうございます。配信時間、配信、あ、配信時間は欲しい、そうだから、今回その今日ちょっと私も初めての試みなんで、探り探りというか、あのツイッターで皆さんからいただいたアドバイスをちょっと元にやってみようかなと思って、今は今回のこの今6時からの配信は6時半までやって、その後に8時からまた2回目の放送を30分やろうと思ってて、でその後に10時から、まあ、10時からは、まあ、45分なのか1時間なのか、まあいつも見たくちょっと3つ目は多めにやろうかなとは思っております。だからここのテロップに次は8時からって入れた方がいいってことだよね、入れていいですか皆さん、ちょっと揺れますね、ごめんなさい。編集次は、そういろんな方のね、私 見て回ったんですよ、したら結構なんか次枠とかなんかちょっとみんな用語が、ね、あるよね。次は20時から、オッケー、入った。のりさん1位も同じ時間に配信、あ、どんかぶり？いやー、とりあえずちょっとホワイトボード書こう。ツイッター、あ、そうですね、ツイッターでも後で言おうと思います。トネさん、ハート100個投げてありがとうございます。この自動投稿ってやつですか、かける5とかできるのって、自動だとまた違うのかな。 T7 さん55 to T7 です、ありがとうございます。いやーね、そう、次枠みたいなのありますよね、むしろ入れないとやる気だな
だからあアッキーさん50カウント終わりました、ありがとうございます。あマッキーさんも50終わってた、ありがとうございます。トネさん星は自動とかいうやつ、ね、試してみた、ありがとうございます。なのでさっき複数の投げ方わかんない方参考にしてみてください。でも黒太郎さんは何か知らんけどかける2になるけどそれ以上ならへん絶対かける2になっちゃうんだ、なんでだろうね。テロップわかりやすい、ありがとうございます。あたかたかさん、たかうなさん2週と55ちゃん完了ありがとうございます。そうなんか1週とか2週とか3週とかあるんですよね。ちょっとね私ねそこあのねググってみたんだけど、ここで説明できるほどまだ知識がちゃんと入ってなくて、まあ、ちょっと難しいところなので本当に無理せず本当にもうこの配信を見ていただいてるだけでもうありがたいです。皆さんありがとうございます。なのでとりあえず私の名前やろう。あ時間だよね。次が丸二と丸三って書けばわかる。20時から30分と22時からの会員どれぐらいやればいいかな。エネタさん星は1時間で貯められる量が決まってるんですよ。そうみたいですね。なんかいっぱい食べるとディズニーランドのファストパスみたいになんか次はこの時間まで貯めれませんみたいな、なんか上限がかかるんだよね。そうなんです、そうなんです。あ400人超えてる、ありがとうございます。あ手汗手汗、皆さんありがとうございます。そうビロンさん1日に配信できる時間決まってないの。そうでこのガチ今回のガチイベは1回の放送で15分以上っていうのは絶対やって、でトータルで1日3時間以内なんですよ。だから30分30分、まあ、最後の放送1時間ぐらいやりそうな気もするよね。まあでも45分はやろうと思ってる。今日は1回目だから1時間やっちゃうかとか言って全然話すネタなかったりしてね。いやみんなが見てくれれば。でも明日みんな仕事だよね。10時からさ1時間やったらしんどい、てかみんなにしんどい思いはさせたくないよ私。そうとりあえず見えるかな。まあそうですね見れる。やっぱ45分にしとこうかな。45分って言っといて伸びるのはありだよね。全然45分とかにしとこう。カロリーみんなに重すぎるの嫌や。みんなにカロリーがたくさんヘビーになるのは嫌や。私楽しんでもらいたいもんだって一番は。何安倍さんレインボー星10個何レインボー星ってあった。10時から1時間なら大丈夫ですよ。夜の分は遅くて大丈夫です。22時台は寝ますね。だからまあゆるくいきましょうやっぱり。待ってこれさこうやって喋ればいいこれなんか大きかったんだよね。ってかこの距離感がさもうコメント見ないといけないし。トネさんあレインボー初日に投げてもらった。なんかそういうのもあるんですか。みんなありがとうございます本当に。みさきちも見れる限り見るよって言っていただいてありがとうございます。くねちゃんレインボーわかんないけど投げちゃった。ちょっと私も後で星ショールーム星レインボーみたいな感じで調べとこね。あエネタさんスクショするからボード出して。了解。これさでもさボード出すとさすごい
色黒に見えない私。はい、お願いします。頑張ります。ありがとうございます。あ、今何、ドゥーミンさん、ドゥーミンさん詳しいね。レインボー星かける100倍だったかな。どういうこと、100倍ってすごい。しかもあれですね、あ、こっちになるのかな、このレベルみたいな、その今ポイント、現在の順位に1位まであと8548ポイント。1位の方すごっ、すごっ。てか予選 A の方でもすごいすごい方いたんですよね。あのポイントすごみたいな。あ、のりさんいるね、ありがとうございます。そうそうそう、見てたのかな。 T7 さん何人出てるの、増えてんのかな、予選 B どうなんだろう、増えてるかな。また私が最後に見たのはまだ12ルームだった。12位の方、1位の方1000人いる。さすが、すごいすごい、私の倍だ。え、くにちゅんさっき見たら20、あ、そっか、増えてる。あのね、予選 A に参加して予選 A がダメだった方も予選 B にあのもう一回エントリーできるんですよ。そっか、増えてるのか、なるほどね。500人突破ありがとうございます。517、5位なだありがとうございます。本当にこれ、これこそ引っ掛けたい。ちょっとこ引っ掛かんないよこれ、葉っぱに引っ掛かんないよね絶対これ。てか葉っぱあった方が可愛いよねこれね。じゃんあ、バドさんこんばんは、後藤ゆきです、こんばんは。今回の放送第1回目は30分6時半までで、あともうちょっと5時じゃない、あと5分、6分ぐらいなるんですけれども、次今日また8時から30分やらせていただきます。夜も45分かそれ以上ぐらいやらせていただきます。あ、イケハーの子もね参加してますよね。まあそうですね、上位5位に入れるようにまずは頑張りたいです。あ、1位の方フォロワーさんが5000人以上。いやでもさすがですよ、こうやってやっぱり積み重ねてるものがあったから、あるからね。いや、あ、コウジロウさん次枠用に星集めとくね、ありがとうございます。ヨシーさん3週間料ありがとうございます。 T7 さん1時間以上やってもいいイベント、そう1日3時間以内だったら大丈夫です。でもみんなもずっと私のショールームに付き合ってるのも、もし付き合わせるのも申し訳ないし、そう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 、1日合計3時間なんですよね。かゆな頑張れ、ありがとう。いやー、かなさん初課金したからごっちゃんのために使う、ありがとうございます。でもほんあのすごいありがたいです。あのでも無理せずありがとうございますなんか令和ですみたいな令和みたいになってますけど、改めまして後藤由紀と申します。皆さん574名の方、初めましての方もそうでない方も、以後お見知りおきを、後藤由紀でございます。ちょっとね、あの、まあ、今後、まあ、ギター弾いたりとかカラオケ配信とかもできたらいいなと思ってます。
いやいやいや、もう6時半ですよね。もう皆さんご飯は食べましたか？会話もしていきましょうね。もうなんかもう星投げだけのための放送にはしたくないんですよ。やっぱり皆さんとコミュニケーションは私は基本的に取りたいので。あ、まだご飯食べた。あ、ギター見たい？あ、カレーうどん食べた。ドゥーミンさんいいな。マッキーさん食事風呂終わってます。おお早い。のりちゃん今届いたから食べます。ゆかちゃんこれからご飯。イーラレンさんさすがにまだ。ケイバズキさんこの放送始まるから急いで帰ってきてありがとうございます。クマリオご飯忘れてた。食べて痩せちゃうよ。今泉さんカツ丼です。はなさんご飯まだ。サイクリングしながら聞いてる。あらありがとうございます。音声で頑張れサイクリング。水分取ってね。エネタさん走ってたからまだ食べてない。お、みんな結構運動してるんですね。アッキーさんは今日はカレーとおでん。あ、今日寒いよね。寒くなりましたよね急に。レキちゃん何食べるの？なんかお肉って言ってた気がする。でもね、なんかちょっと美味しそうな匂いしてんだよね。安倍さんこの後実家に帰って食べる。あら、お疲れ様です。ゆうさんギター借りてくるの？うん、ギター一応ねあるんよ。今この部屋にないけど。皆さん美味しいものをいっぱい食べてらっしゃるんですね。あ、600人の皆さん。あ、630人だ。ありがとうございます。はじめまして、ことゆきです。なんか私ずっと、まあ、連日で放送させていただいてたんですけど、この10月1日からこのごチャンネルっていうルームを開設してから毎日放送させていただいて、1時間喋ってたからなんか30分ってちょっと物足りなく感じちゃう。なんか寂しくなっちゃうこれがイベントか。ドゥーミーさん3週終了ありがとうございます。かゆな夜ご飯の時間はいつも何時ですか？全然決まってないね。決まってないけど寝る前3時間、寝る3時間前までには食べるようにしてる。まあ、意識してるぐらいのレベルです。いやー、へえ、ひろきさんステーキハンバーグ食べたのいいなね。クマキングさん今日の最後は名ことし配信してみた。いやちょっとそんなしょっぱなからすっぴんのせます、さらしますそれあと1分。はあ寂しいね。なんかまあでもゆっくりお話もちょっとできて、皆さん星たくさんありがとうございます。ちょっとギフトとかも読みましょうかね。あら皆さん本当ありがとうございます。はるかちゃん、しまちゃん、黒太郎さん、くにちゃん、かなさんかなさんとかなちゃんどっちで呼ぼうみたいなある猫又さん、山猫さんもいる。黒太郎さん、すずめさん、とねさん、ごめんなさいね、ちょっと携帯だから揺れてるかも。えぬたさん、トゥーミンさん、のぐっちさん、黒太郎さん言ったっけ、黒太郎さん、くにちゅん、イーラレンさん、皆さん、いや本当に、お、星ばわってきた、ありがとうございます。そうですね、皆さん次の放送8時からまたやらせていただくので、いやもう30分か寂しい皆さん次は、本日2回目の放送は8時からまた30分やらせていただきます。本当無理せず、もう本当にでも皆さんには本当助けられているなっていうのはもうこのガチーベ1回目からすごくひしひし伝わってるんですけれども、本当にありがとうございます。皆さんもねご飯食べたり、まだお仕事の方もいると思うんですけれども、しっかり体力つけていただいて、また8時に
お会いできたらなと思います。本当にありがとうございます。頑張るねみんな、ありがとうございます。ということでまた8時からお会いしましょう。ありがとうございました皆さん、ありがとうございます。コメント読み切れなかった皆さんもごめんなさい。また8時から会いましょう。ツイートもします。バイバーイ。